ちょっとグッときて何も言葉が出てこないんですけど。まず最初にですね、今日素晴らしい DJ をそして VJ をここまでしてくれているライズマティックス、真鍋さん、それからセバスチャンさんにですね、ぜひ大きな拍手を皆さんお送りください。今回特別にそのイングレスのポータル の情報ですね、そういうものをリアルタイムに取れるAPI、 もちろん開発に使っているものなんですけれども、それをですね真鍋さんに使っていただいてですねやっていたんですが、ただなかなかその部分がですねうまくいかなくて、本当に最後の方はですねもう多分2日ぐらい徹夜されてるんじゃないかぐらいの、本当にそういうすごい作業で作っていただきました。本当にありがとうございます。それではですね、最後の発表までにいろいろと今日これからやっていきたいと思います。まず一つですね、皆さん気になっているのは、豪華景品が当たるあれだと思うんですけれども、はい、じゃあちょっとそっちをやっていきましょうかね。まずですね、豪華景品といったからにはですね、だいぶ豪華な景品を取り揃えております。それはイングレス賞ですね。これは裏ルートを利用しています手に入れたものなんですけどそうしましたら、私がですね、裏に行って PC を持ってくるまでの間ですね、ちょっとここで、普段だったらやることをやります。皆さん自分のスキャナーを出せますか。そうしましたらですね、ウィークで見たいと思います。ウィークのスタッツ、そうですね、ウィークのスタッツで最も歩いた人でいきましょうか。我こそはという方はですね、じゃあちょっと聞いてみます。どれぐらいですか。55キロ。ウィーク55キロ以上の人立ってもらえますか。そうしましたら、次はですね、じゃあウィークで75キロ。まだいますね。ちょっと細切れにしていきましょうか。90キロ。100キロ。どんだけ110キロ。もう一人だけですか、これ。まだ何人かいますか。では120キロ。今これ一人だけですかね。二人います、まだ二人いる。130キロ。あ、刻んでない。これ一人ない、二人とも座りました。一人だけですか。はい、じゃあおめでとうございます。前に来てもらえますか。何キロでしょうか。142キロ。すごい。
まさにこれにふさわしいありがとうございます。僕の電波がつながらない人を助けていただいてありがとうございます。本当に週分ウィークで140その距離を歩いてですね、この写真でいっぱいいい写真を撮っていただけたらと思います。ありがとうございました。次はですね、チーロショーですね、モバイルバッテリー のチーロ、この度ですね、このイベントのために、商品を提供してくれております。パワープラス3ですね、イングレスロゴが入っております。これレジスタンス10個、エンライテンド10個あります。私が今から読み上げますので、そのエージェントの、そのエージェントに読み上げられた方は、ですね、そのまんま、チーロさんからですね、この1月に、1月になるかどうかちょっとわからないんですけど、イングレスの公式バッテリーが、発売されます。今ちょっと見たようにですね、非常に繊細な光 のイルミネーションが湧き出るようなものに、デザインされていますので、ぜひ楽しみにしてもらえたらなと思っています。発売に向けてですね、情報を提供するティーザーサイトが上がっております。そのウェブサイトに、そのウェブサイトの前にですね、次にちょっとお願いできますか。チーロさんからですね、ここの会場にいる方に、割引のコードがですね用意されています。すごく覚えにくい名前だと思うんですけれども、皆さんメモの用意はいいでしょうか。分からん。水やりですね、はい、ぜひ、このコードを発売の暁には使っていただければ、皆さん割引が得られるということです。この情報ですね、発売に関しての情報などはビザサイトで、得られるようなので、この QR コードでアクセスするということです。では次にですね、ローソン賞、ローソンと提携を発表しました。ローソンは龍脈の上に立っているということですね。やはりエキゾチックマターに影響された方が、社内にたくさんおられます。ローソン賞ですね、これ大変豪華な商品がですね、イングレスのために、用意されました。ちょっと見たらびっくりすると思います。それではローソン賞です。唐揚げくん1年分ですよ。いや、どれぐらいの量だかわからないんですが、毎日ポータルで水やりに行ってですね、カラーリングの1年、これはすごいですね。どういう形で手に入るのかもわからないですけど、この賞自体はですね、発表は、実は今日ローソンの方がここに来られております。肩書きはですね、レベル11エージェント、よろしくお願いします。佐藤さんです。はい、今回の提携をすごく中心になって進めてくれた方です。はい、そうしましたら、これで決めるのもあれなんで、さっきみたいなことやりましょうか。はい、スタッツの中でどんな人に唐揚げくんあげたいですか。一言、今回のことに関してもあって、
今ご紹介預かりました、ドーソンの佐藤と申します。改めて今日この会場に来まして、このイングレス、これだけの多くの人を動かせるイベントにドーソンが関わらせていただきまして、本当に嬉しく思っています。これからもいろいろな方からいろんなドーソンと絡んでいろんなことやってほしいという意見をいただいていますので、ぜひそれが実現できるように、これからも川島さんはじめナイアンティックラボの皆さんと協力して、いいご利益でいければなと考えています。レベル14になりました。レベル14と15って管理の壁なんですね。プラチナメダルを管理で集めなくちゃいけないことで、結構そこ長くちょっとかかったかなというところです。いろんなかなり青のポータル救助地帯にお邪魔させてもらって、いろいろご迷惑をお願いしました。無事に今は落ち着いておりますので、今後とも、軽くやっていきますので、よろしくお願いします。ありがとうございました。もう一度大きな拍手でお送りください。ありがとうございました。それではですね、次に参りたいと思います。次はですね、今日戦いを率いたですね、各陣営のリーダーの方にですね、一言今日の戦いを結果発表の前に振り返って一言もらいたいなと思います。それでは各陣営のリーダーの方、来ていただけますか、ステージまで。Everybody have fun? So, we don't know what kind of field went down on the last measurement. So, we'll see how the score goes, but I had a lot of fun and I hope everybody had a lot of fun.Next year we're having Chiba, Kyoto, maybe a few others, so looking forward to it. それでは、エンライテンドのリーダーの方。はい、エンライテンド東京コミュニティの、ドライバー会です。英語はしゃべりません。皆さんお疲れ様でした。ものすごい規模でですね、もう今までこんなたくさんのエージェントと戦ったことはなかったです。すごく楽しい一日でした。また、皆さんといろんなところでお会いしたいと思います。ありがとうございました。こんにちは。こんにちは。Thank you all for competing so hard today. I'm truly impressed. 今日は本当に、本当にハードに競われて、ありがとうございます。本当に、印象深かったです。You just completed the biggest anomaly in the total history of Ingress, so a round of applause to all of you. 世界で最も大きな、歴史上最も大きなイベントを戦い抜いた皆さん、拍手を送りたいと思います。そして、皆さんがこの本当に東京のとても素晴らしい魅力的なところを見てくれたこと、本当にありがとうございます。But now we have to get down to some serious business because something serious is at stake for the world. でも今からとてもシリアスなことを言わなくちゃいけません。なぜなら世界はシリアスな状態に陥ろうとしているからです。Oh, and also bragging rights for the resistance and the enlightenment. そして、レジスタンスとエンライテンド、勝利の美酒に酔うのはどちらか、今から発表させていただきたいと思います。Okay. First up, with a score of 263.8-99, Manila was captured by...Enlightened. With a score of 315-39.2, Seoul was captured by the resistance. With a score of 161-151, a razor thin margin of 10, Auckland was captured by the Enlightened. 121-151
大きなのはエンライテンに比べて参加しました。 And finally 938 そして最後に to 804 938 Tokyo Tokyo was captured by the Enlightened. Cells and the volatile cell and the resistance claim the remaining one connected cell. Enlightened は4つの、連結セル、コネクティブセル、そして、ボラタイルセル、揮発性のセルですね。そしてレジスタンスは最後の1つのコネクティブセルをキャプチャーしました。So as the Nazir approach, the Enlightened have shown that by controlling a majority of the anomalies today, they're ready to take a stand against them.ネザーは近づいていましたが、エンライテンドがその強い、コントロールを見せつけて、アノマリーを、今日のアノマリーをコントロールしました。彼らは退かれるかもしれません。So excellent work by both the Enlightened and the Resistance agents today. Congratulations to all of you. 素晴らしい仕事でした。Anomaly in the history of Ingress and the first full-scale anomaly in Japan, but it won't be the last. これは世界で本当に最初の日本でも本当に最初の 最大の戦いになりました。So enjoy the でもこれは最後ではあります。enjoy the amazing arts and crafts and the amazing visuals and the amazing audio.素晴らしいオーディオ、素晴らしいビジュアル、楽しませていただきました。So, thank you. どうもありがとうございます。本当にありがとうございました。それでは皆さん、本当に、長い間、今日はお疲れ様でした。ですね、これで今日のセレモニー、終了になります。一応ですね、この会場。